ここからはニューヨークのスタジオからこの一週間アメリカで注目されたニュースがまとめてわかるウィークリーキャッチです今日もアメリカ ABC ニュースが大きく報じた項目をお伝えします全身に発信ができるモンキーポックスサル痘の感染拡大ワクチンが需要に追いつかず予約が取れない状況が続いています インディアナ州のショッピングモールで銃乱射事件、銃撃開始から15秒で犯人を射殺した人物とははじめに全米各地を記録的な熱波が襲い危険な暑さへの注意を呼びかけるヒートアラートが出されていいます全米各地で過死100度、接死38度を超える猛暑が続いています。 連日にわたり1億人以上の住民に対しヒートアラートが出されています夜間でも摂氏30度程度にまでしか気温が下がらない地域もあり熱が蓄積する危険な状態ですテキサス州では山火事が広がる原因にもなっています テキサス州北部の救急隊には熱中症など暑さに関わる通報が去年の同じ時期と比べて2倍になっているといいます19日火曜日テキサス州では電力需要が高まり使用率が97%に迫りました また、州の広い範囲で数週間にわたり雨が降っておらず、節水が呼びかけられています。アリゾナ州スコッツデールでは、摂氏43度近い暑さとなり、配達に訪れた運送業者の男性が倒れ込む様子が防犯カメラに捉えられていました。 運送業者によりますと、この男性は無事だということです。医師は十分な水分補給を行い、長時間の屋外での活動を避けるよう注意を呼びかけています。 専門家によりますと気候変動の影響で気温が3度から5度上昇する熱波が全米各地を襲っており今年の夏は記録的な猛暑になる可能性があるということですここニューヨーク市でも猛暑の影響が出ています電力会社コンエディソンによりますと21日木曜日午後の段階で4200世帯が停電しました まあその後一部復旧しましたが夜になってもおよそ1800世帯に以前停電の被害が出ています節電が呼びかけられています次に新型コロナウイルスのニュースですバイデン大統領の陽性が確認されましたアメリカではオミクロンの変異株 BA5 が新規感染者の80%を占めています 感染者数の急増は報告されていませんが実際にはより多くの感染者がいるとみられています21日木曜日、バイデン大統領に新型コロナウイルスの検査で陽性反応が出たと発表されましたバイデン大統領は79歳で追加接種をすでに2回受けており症状は非常に軽く、倦怠感や鼻水、 乾いた咳が出ているということですファイザー製の飲み薬パキロビットの服用を始めておりホワイトハウス内で隔離した状態で執務を続けていますアメリカでは1日の新規感染者数はおよそ12万6千人で 先月から緩やかに増加していますいくつかの州ではすでに感染検査施設を閉鎖しており自宅で行う簡易検査キットを利用する人もいることから実際にはより多くの感染者がいるとみられています1日の入院患者数はおよそ6200人で先週からおよそ5%増加しています 全米ののの新規感染者のおよそ80がオミクロンの変異株 BA.5 BA はワクチンや以前の感染で得られた免疫を回避する性質があるとされています。 政府はワクチンの接接種種と追加接種を行うようよ呼びかけています CDC ・疾病対策センターの調査によりますと1回目の追加接種を受けた人は48%にとどまっており 人人口の20に当たるおよそ万人はワクチン未接種です感染者数の増加を受けロサンゼルス郡では今月末までに屋内でのマスク義務化を再開させる見込みです次です。 全身に発疹ができるモンキーボックスサル痘の感染拡大が続いていますアメリカでは20日水曜日までにサル痘の感染者数が2300人以上となりましたニューヨーク市では21日木曜日までにおよそ780人への感染が確認されそのほとんどが男性です ルののウイルスは主にに感感染染者の発信に直接触れることで感染しますニューヨーク市在住のこの男性はワクチンの接種を予約できずに感染したといいます。 ニューヨーク市ではワクチンの入荷を増やしましたが接種の予約はすぐに埋まってしまう状況で需要に供給が追いついていません連邦政府はこれまでに15万6000回分のワクチンを配給しており 追加で78万回分のワクチンを入荷する予定です専門家は同性愛者の男性以外への感染拡大も警戒しています happen,、right、now, インディアナ州のショッピングモールで男が AR-15 型のライフル銃を乱射し5人が死傷する事件が起きました 犯人を射殺したのは事件現場にたまたま居合わせた拳銃を持った一般市民でした17日日曜日インディアナ州グリーンウッドのショッピングモールでジョナサン・サパマン容疑者20歳が銃を乱射しました捜査当局によりますとサパマン容疑者は午後5時ごろ AR15 型を含むライフル銃を2丁、拳銃を1丁 また弾丸100発以上を持ってショッピングモールを訪れトイレにおよそ1時間こもり銃撃の準備をしていたということです。銃撃によりフードコートで食事をしていた夫婦と30歳の男性3人が死亡。 2人が怪我をしましたこの時現場に居合わせたエライザ・ディッケンさん22歳が合法的に所持していた拳銃で容疑者を射殺したということです防犯カメラの映像から容疑者は銃撃を始めてたった15秒でディッケンさんに射殺されたことが明らかになっています夕食時のフードコートは多くの人で賑わっていて ディッケンさんのっさの行動で被害は最小限に食い止められたとされていますショッピングモールのトイレから容疑者の携帯が見つかりその後の家宅捜査では高温でついた状態のオーブンの中にノートパソコンとブタンガスのカートリッジが入っていたということです動機は明らかになっていません とっさの判断で犯人を射殺したディッケンさんは多くの人の命を救ったヒーローとして称えられています。銃撃事件などの調査を行っている機関によりますと 一般市民がが銃撃事事件件の犯人を射殺して事件が収束すするケースは非常に稀だとということですまたニューヨーク・タイムズ紙によりますと現場で混乱をもたらす危険性があり2021年にコロラドで起きた銃撃事件では犯人を射殺した一般市民が駆けつけた警察官に犯人と間違われて射殺される事故も起きています。 それでは今週のウィークリーキャッチはこの辺でお別れです。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。ごきげんよう。